モンスト1から始める場合の最低限必要な準備。少し昔に僕が以前モンストガチ勢になる方法みたいな動画を出したんですが、今回はモンストをこれからやってみようかなって人のために最低限準備することを教えたいと思います。ステップ1、友達を3人用意するか、携帯を3台用意する。まず前提として、モンストというアプリは4人で遊ぶことができ、1人でプレイするにはあまりにも効率が悪いので、連絡したらすぐに飛んでくる友達か、メルカリで3台携帯を買ってください。ステップ2、ヤクモを引く。どのゲームにも最強キャラというのが存在しますが、モンストの現段階最強キャラは間違いなくこのヤクモというキャラで、絶対にリセマラしてゲットしておいてください。ちなみにリスマラがめんどいからってアカウントを買ったりするといずれ弾かれるので絶対にやめてください。ステップ3、モンスポットが拾える家に住む。モンストには全国各地にモンスポットというゲームを有利に進めるためのアイテムが入手できる GPS 機能があります。ただ毎回歩いて取りに行くのがだるいので、家にいても2つ以上はスポットを取れる環境にしてください。ステップ4、モンポスに入る。モンストには月額490円でゲームを有利に進める特典がもらえるモンポスというものがあります。入りましょう。とりあえずこんだけ用意すればこれで君も立派なストライカーの仲間入り。あと最後に、この山にモンスト1分解説のチャンネル登録も忘れずにお願いします。